こんにちは、原町鉄骨院久松です。今回は常識は間違い、深呼吸の意外な真実ということでお話しいたします。あなたは深呼吸をするときに大きく上を向いて反らして吸って、体を前に倒しながら吐くという形でやっていたかもしれません。でも実はそれって間違いなんです。実は吸う時っていうのは頭を前に倒した方がよく吸えるんですよ。実際にあなたもやってみると分かります。私もやっています。上を向いて吸ってみます。この感じ、下を向いて吸っています。明らかに下を向いてる、前を向いてる方が息を吸えるんですよ。上を向いてしまっていると、後ろを向いてしまっていると吸いづらいんですよね。ですから、もしあなたが深呼吸をするときは必ず顔、首は前、下を向いた状態で吸うようにしましょう。この方が大きく吸い込みます。見た目の動きの大きさに惑わされてこのようにするというのがあなたの常識であったかもしれませんが、これよりもしっかり体を倒して頭を前下に倒す方が大きく吸い込むことができます。もし運動しているあなたがこのような間違った呼吸法をしている場合は、体が余計に壊れてしまうことがあります。また、自律神経の不調がある方、パニック障害をお持ちの方は、こういう間違った呼吸をしていると発作を起こしやすくなります。ですからよくイメージするのは、疲れた時にはぁ、はぁ、はぁって体前かがみになるじゃないですか。それっていうのはすごく理にかなっていることなんですよ。呼吸というのは良くも悪くも体に影響します。ですからあなたがもし深呼吸をされる際には必ず間違えないようにこっちの方向で息を吸うようにしてみてください。ということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。